はい、こんにちは。ボイストレーナーの小久保義明です。今回はですね、ボイストレーニングにそっくりな訓練で、かつ日本人なら誰もがもうすでに身につけている動きというのをご紹介したいなと思います。これを把握することで、ボイストレーニングで全然歌が上手くなった経験がない人でも、ちょっとその上手くなったゴールがイメージできるんじゃないかなというのと、あとそのゴールに向かうための道筋ね、具体的にどういう風に練習を組んでいったらいいのかっていうのの一つの指針になるんじゃないかなと思いまして、今日はねお届けしたいと思います。でどうですか、何だと思います、どういう訓練がボイストレーニングと同じようなものになるのか。違うの言ってってみましょうか。例えば筋トレはね、あれ大きい筋肉をこうやって鍛えるようなやつですよね。まあフォームって意味だとちょっと近いかもしれない。あとは、まあじゃあフォームだったら、例えばこうバットを振るとか、ボールを投げるとか、水泳のこうクロールのフォームとかね、そういうのは、まあ、ある意味フォームですね。でもちょっとやっぱり筋肉が大きいですね。発声に使う筋肉と比べると結構でかいなという感じ。じゃあ小さいので、まあ、スポーツじゃないのかも。例えば字を書く、これはかなり近いですね。字を書くのはかなり近い。でもボイストレーニングを始めて身につけるまでの過程っていうのが、誰もが一番イメージできるって考えると、僕はねお箸だと思うんですね。お箸、あのご飯食べる時のお箸です。お箸の動きを身につける過程っていうのが、ボイストレーニングで発声が良くなっていく過程と似ているなと思っています。まずその根拠の部分を示していきたいなと思いますけれども、どんな点が似ているのか、3点ほどちょっとお伝えしていきます。まず一つ目はね、バランス運動である点。箸の持ち方って2本の棒をこう指をこう使って繊細な動きを求められるわけですよね。うまく持つためにこうバランスを必要とするのが箸じゃないですか。で発声もね結構そう、発声で結構複雑な筋運動とかいろんな現象が混ざり合ってこう口から出てるっていうのが発声なんですけど、その時にですね、一つのその現象をとにかく強調するみたいなのが必要なことってあんまないんですよね。なんか声帯の閉じとか息の量とかも、どれもやりすぎもやらなさすぎも良くなくって、特に健康的な発声っていうのを考えた時に、そういう発声に関わるいろいろなもののバランス感覚ってすごい重要になってくるんですよ。なので、まず1点目はバランス運動ということになります。で、2点目はですね、筋肉が小さいこと。これさっきちらっと言いましたが、発声で必要になってくる筋肉ってすごい小さいんですよ。例えば高音を出すためにね、音程つけるためにすごい重要な筋肉って この辺にしかついてないんですよ。ちょっとした小さいサイズの筋肉なんですね。あと声帯って、まあ、人によるかもしれないけど、爪のサイズぐらいしかないんですよ。その声帯がきちんと振動しないとこういう声が聞こえないんです。振動しないとこういう感じになっちゃいます。こういうすごい小さいものの動き、小さい筋肉の動きでできるのが発声になるんですけど、お箸はどうですか。そうだな、他の運動を覚えていくもの、例えばこうボール投げるとか、バットを振るとか、そういうのだと体全体の筋肉使いますけど、箸って指先じゃないですか。指先のこの細かい微妙なバランスを習得していくっていうのがとにかく重要になってくる。これがお箸ですよね。結構体の部位の中でも小さいところを使っているっていう点で、ボイストレーニングと結構リンクしてくるなと思うんです。で筋肉の大きさってね、後々の話で、この動画の後の話でちょっと重要になってくるんですね。あんまり大きくない筋肉っていう部分で発声と、お箸っていうのはリンクしてくる。ここはすごい重要なポイントになります。で3点目ですが、下の動き、これがね実はね、指先の動きと同じぐらい正確な動きが出せるっていう、この部分がお箸と発声でリンクしてくる部分かなと思ってて、これどういうことかっていうと、舌ってね実は発声でむちゃくちゃ重要になってくるんですよ。声の出る仕組み、なんとなく聞いたことある人はね、ここに声帯があって、その声帯が振動して、で口の形で、口からこう放出されるみたいな感じで習うと思うんですけど、その声帯の動きをいかにしてコントロールしていくかっていうのって、結構ベロの動きが重要になってくるんですよ。ただ音色作るだけじゃなくて、ベロのポジション取りによって声帯の動きがサポートされたり邪魔されたりとか、いろいろ起こってきちゃったりするんですね。結構重要なんです、ベロって。ベロは実はかなり細かい動きを作ることができます。指先みたいに精密な動きができるんですね。瞬時に細かく正確なポジション取りっていうのができるので、実は今僕が正確に日本語に聞こえる母音っていうのを作れているっていう状態なんです。これすごい
い技術なんですよ。例えば今から僕が別の言語を勉強するとして、でその別の言語の発音っていうのを身につけようとしたらもうむちゃくちゃ大変なんですよ。ちょっとのそのベロの位置の違いでその言語っぽく聞こえなくなっちゃうんです。そういう意味だと僕ら日本語っていうのの発声技術っていうのが生まれた時からずっと親とかの発声を聞いてね、育ってそれを真似してきているので、それによって口の中の正確な舌のポジション取りっていうのがみんなできているっていうね、そういう状態なんですけれども、そんな正確なポジション取りもできる、細かい動きが実現できる舌の動きと指先っていうのは似てるので、箸を使う時の指の細かい感覚を学習していく、箸の訓練をする過程っていうのは、ボイストレーニングとリンクしてくるだろうなと、そういう風に考えてます。今の3点がね、箸とボイストレーニングの似てるポイントになります。バランス運動である点と、筋肉が小さい点、使う部位が小さい点ね、あと、舌の動きが、箸と似てて精密で、まあ今の3点踏まえて、今の3点が把握できてると、ああ確かにボイストレーニングと箸の訓練って似たような感じなのかもしれないなというのが分かると思います。ではボイトレの具体的なスケジューリング、どのようにしていったらよいのかというお話を、これまでご紹介してきたお箸のねお話を踏まえながらお伝えしていってみようかなと思います。全部でボイトレにありがちな悩みを5つにまとめてまして、その5つの悩みに対して、お箸だったらこうするからボイトレでもこうだよねというような形でお話ししていってみようと思います。スケジューリングで悩んでらっしゃる方は参考になる話じゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。まず一つ目ですけれども、一つ目は出したい発声というのは一発で覚えられるのかどうかという話です。まあこれは悩みとしてポンって出てくるというよりは、そうやって考えてしまってる人が多いっていう感じですね。聞いただけでパッとできるような気がしている。もしくは一回できたらもうそれで覚えていられるっていうふうに考えている。そういう人が結構多いんじゃないかなと思うんです。お箸の場合ってどうですか？お箸って一回その使い方を覚えたらもう永遠と使えるっていうものじゃないですよね。何度も何度もうまくいかないのを修正して修正して、だんだんこう身についてきて自然と使えるレベルになってるはずなんです。毎日1日3食、何日間も何ヶ月もってかけてだんだんこう身についてくるものがお箸の使い方なんですね。そう考えるとですね、発声も同じなんですね。発声も身につけたい発声っていうのは最初はやっぱりできなくって、あ初めてできたっていう状態になってもすぐにまた次にはできなくなってたりするものなんです。その、何度もトライしてまた成功した、あ失敗した失敗した成功した失敗した成功した成功したっつって成功率をどんどん上げていってだんだん覚えてくるっていう、これが発声訓練の過程になってくるわけですね。だから反復練習すごい重要です。反復練習つっても適切な出したい発声を反復するっていうのが重要になってくるわけですよ。はい、これがね1点目です。で2点目はボイトレって筋トレはすべきなのか問題、よくありますよね。腹筋鍛えた方がいいんじゃないかとか、肺活量を増やした方がいいんじゃないかとか、この辺はね筋トレすべきかっていう部分に結構つながってくるわけです。パワーが必要な感じがしちゃうんですよね。ボイトレって、ボイトレというか歌って、そのうまく歌えない時ってパワーで処理できてないっていう風に思っちゃうんですよ。で、多くの人は腹筋を始めちゃったりとかするんですけど、もう始めちゃったって言ってる時点で実はそんなに重要ではないんですね。お箸の場合どうですか？お箸って筋トレしたことあります？多分ないですよね。うまく持てない時に確かにちょっと手が余計な力入ってつっちゃったりとか、力みで疲れたりとかっていうのはあると思います。でも力みを感じるのって筋力が足りないとは思わないですよね。うまくまだ扱えてないからって思いますよね。ボイトレの場合はね、楽器の構造見えないっていうのがあるので筋力足んない感じがしちゃうんですよ。まだその発声がバランスが良くないからできてないだけなのに、うまくできないがゆえにかかってきてしまう余計な力に対して、あ僕は今筋力が足んないからこの高音が出ないんだ、だからこんなに息が上がってるんだ、だからこんなにお腹に力が入っちゃってるんだっていう風に考えるわけです。そうではなくて、今うまくできていない発声のバランスが身についてどんどん自分のものになっていけばなっていくほど余計な力っていうのはかからなくはなっていきます。あちなみにね、余計な力を使うっていうのが新たな癖として入ってきちゃうのは別ですよ。別なんですけど、適切にその発声訓練っていうのが重ねられていれば大体の場合は余計な力っていうのは抜けてくる。なので
筋トレっていうのはね別にすべきではないと思います。あともう一個ちょっとごめん余計なこと言っとくと、筋トレをすることによって体の使い方みたいな体幹とかそういう部分に影響してくるっていう可能性はあると思います。そういうのは発生に無関係とは僕は思っていないので、そういう意味では間接的にはね良い効果っていうのはあり得るかもしれないですけど、単純に筋力を増やしていくっていうのが発生に必要なのかっていうとノーです。これはもう絶対にノーなので、そのつもりでいてもらえればと思います。ちなみに先ほどお伝えした通り発生に関わる筋肉はすごい小さいので、そもそもそんなに鍛えるものではないんですね。それよりもバランスが重要なんですね。で3点目ですが、ボイトレって日数を空けながら練習すべきなのか。きちんとボイトレに向き合おうとしてる人がね悩みがちなことだと思うんですね。毎日練習した方がいいの、それとも数日空けた方がいいの、1週間おきにやった方がいいのって思われる方いると思うんです。例えばスポーツジムとかでね筋力開発とか言うと、胸とかをやったら数日空けてとかで、その間に足の訓練をして部位をこう分けて練習するっていうのを、やったりするんですけど、ボイトレに関してはねあんまり関係がないですね。お箸ってどうですか。1日でも3食で毎日こう使っていきますよね。でその過程でこう成長してくるっていうのがあると思うんです。でお箸を使うのを数日空けることで技術が伸びていくかっていうと、それに関しては記憶の定着っていう部分だともしかしたら関係がある可能性はあるんですけれども、筋肉に関して言うんだったらあんまり関係はないですね。っていうのもすごい小さい筋肉なので、すっげー余計な力がこの辺に入ってたら多少筋肉痛として残るかもしれないけど、大体の場合は翌日にはもう回復してるんですよ。っていうか一回朝使ったら昼にはもう回復してるみたいな感じです。発生も発生に直接関わる期間っていうのはすごい小さい筋肉なのですぐに回復するんですね。話がちょっとややこしくなっちゃったけど、スポーツジムとかでこう筋トレするので日数を空けるっていうのは筋肉が大きいから回復するまで日数がかかるんですね。なので、回復っていう観点で言うときちんと空けてあげた方がいいっていうのが筋トレだと考慮しなければいけないポイントになってくるんですけど、ボイトレに関してはすごい筋肉小さいからすぐに回復するわけです。だからあんまりその日数を空けなくても大丈夫です。筋肉の回復っていう意味ではもう毎日練習してても悪いダメージがこう蓄積するっていうことはないです。まあ、あくまで良い発声練習の話です。これが例えばその発声ボイトレやって次の日に疲労がすごい残ってる、痛みがまだあるっていう場合は練習の仕方がちょっとね間違ってる可能性があります。なので、適切なボイストレーニングっていうのをきちんと見つけて意識して練習しなければいけないということですね。で4つ目ですけれども、4つ目は、ボイストレーニングって何か一つの練習で大丈夫なのかという悩みです。これはまあ、悩みというかそうやって思い込んでやっぱやっちゃってる人がいるっていうお話なんですけど、例えば裏声だけをひたすら練習する人、地声だけをひたすら練習する人、声門閉鎖だけひたすら練習する人、いろいろいると思うんですけれども、その一つの練習だけで大丈夫なのか。じゃあまずお箸で考えてみましょう。お箸で一つの練習だけでっていうのはどういう状態かっていうと、箸を持って唐揚げブン刺す練習みたいな、以上ね、唐揚げブンって刺す練習だけで、例えば1年2年3年って経ってすげえ箸の扱い方上手くなってると思います？多分なってないですよね。箸の場合って自然といろんなおかずとかご飯とかいろんなものをこううまく箸を使って取ったりとかして、で口に運んでっていうのを訓練してるので、いろんな訓練を重ねているので結果的に総合的な箸の使い方っていうのができるようになってくるっていう、こういう状態だと思うんですね。ボイトレもね同じだと思うんです。裏声だけの練習をするんじゃなくてちゃんと地声の練習もすべきだし、完成点付近の練習もすべきだし、声門閉鎖の練習もすべきだし、まあ、もしくはそれがこうミックスされたような状態の練習っていうのをきちんと適切にやってってあげるっていうのが重要になってくると思います。いろんな側面からの練習っていうのが結果的にできていることで発声技術っていうのが総合的にこう上がってくると思うんですね。するとあなたの歌の中での悩みっていうのが結果的に解決されていくんじゃないかなと思います。これが4つ目でした。で5つ目は、これが最後になりますけれども、これね1つ目の悩みとちょっと対応するところです。難しい発声っていうのは一生意識しないとできないのかっていう悩みです。最初のやつは出したい発声って一発で覚えられると思ってる人がいるっていう話なんですけど、そうじゃなくて何度挑戦しても自分が獲得したい発声っていうのがなかなか定着しないっていう状態の人のことですね。なんとなくできるようにはなってきてるんだけど、なかなか
か定着しないっていう場合です。でそういう人ってずっとこれって意識してないとできないのかなっていうふうに思っちゃったりすると思うんです。じゃあ、箸の場合どうでしょうか。箸も最初全然できない動きっていうのをやってるわけですよね。箸でこうご飯を食べるっていうのを目的にこうやっていって、最初はできないけどだんだんこう慣れてきて、最終的には皆さん自然とこうできるようになってますよね。全然力むこともなく、全然気にすることもなく、いろんな箸を持っても大体その食事っていうのを箸を使うことに集中せずに使いこなすことができるようになってるわけです。って考えるとですね、歌の中でできるようになりたい技術っていうのも自然とできるようになる可能性は十分にあります。最初はまだね難しいと思うし、だんだんこうできるようになってきて、成功の頻度っていうのが上がってきて、で頻度が上がってきてもそれがあなたにとってすごい自然となるっていうのはやっぱちょっと大変なことかもしれないです。でもそれは訓練を重ねていけばだんだん自分のものとして定着してくると思います。だからお箸をきちんと使えるようになった今のあなたのその箸の技術、歌にちょっと置き換えて、歌の技術に置き換えて考えてみてもらいたいです。今できないことは一生懸命こう積み重ねていけばいずれできるようになるんだ、そういうふうに思ってもらえればと思います。で5つ全部ご紹介したんですけれども、今回の話ってはっきり言ってエビデンスがないです。証拠がある話じゃなくて、僕の経験だったりとか皆さんの様子を見ててお箸がすごい伝えやすいだろうなっていうところでお話ししたんですけど、こういう話だと、なんかちょっと精神論みたいな感じにも聞こえてくるし、正直言ってあんまり参考にならないっていう方もねいるんじゃないかなと思うので、別の動画でね、脳科学の観点から練習の頻度とかスケジューリングっていうのをどういう風にしてったらいいかっていうのをちょっと考えてみます。次回の動画でその話をしてってみようと思いますんで、お楽しみにしていてください。科学的ボーカルコーチ養成講座の無料オンラインプログラムをご登録いただいた方だけ限定でお届けしております。説明文またはコメント欄のリンクからご確認いただけます。2021年12月上旬限定ですので、お早めにご登録ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。国保義明でした。